はい、3月10日木曜日、何日か暖かい日が続いてね、お客さん動いたけどね、なんか寒波が来たら急になんかお客さん来なくなっちゃったね。さっすんはあくまでもベースですからね、ベースなんだよね。はい、リンクスね、ヘアスパ先生、毎度毎度ね。でもね、自分なんかバカだったでしょ、若い頃。でも何十年も前ね、でさっすんカットがねベースだからって今じゃ言えるよ。で当時ね、言えなかったんじゃない、あのまんま切ればいいもんだと思ってたっていうの。先生、教えた先生もそんなような言い方してたんじゃねえかな。カットの講習会行ったら、さっすんカットで切れみたいにね。そっから先は教えてなかったんじゃない？今のカットの講習はどうなんだろうね。あくまでもね、ベースだからね、適当では違うね。適当じゃないんだよね。正確に切るんだよね。でもそれが分かった上で適当カット。これ、まあ、ベテラン先生ね、リンクス先生も、まあ、しばちゃん先生もみんなそうだと思うけどね。まあ、うちに来るような美容師の方はみんな適当カットなんだよね。で適当カットって何っつったらね、あの作文で言ったらね、とかなんとか書いときゃいいんだよっていう感じ？まあ、男性の方は作文下手だからね、とかなんとかってなんだよみたいにね。カットの講習会ね、本当は行ってね、何をこう、どう教えてるか見てみたいもんだよね。ただね、自分なんかせこいからね、金出してまで行きたいと思わないね。無料で招待してくれんだったらね、まあ、近所だったら行ってもいいよね。電車賃かかんねえとこだったら。もちろん行ってもね、自分にはもうカットなんかする気ないね。ウィッグなんかいらないよね。ただもう、切るだけ、先生がカットしてるのを見る。で、周りが切ってきてるのを見る。で、もう、うるせえだろうね。だけど昔はサッスンカットさ、だけ覚えればいいような時代だったからね。でも、当時のサッスンカット思い出しても、テンションとか、そんなの教えてなかったような気すんだよね。きっちり溶かして切れみたいにね。だ実際人間の頭だとね、本当にノーテンションで切らなきゃダメだと思うんだよね、ボブなんかね。そこを昔教えてなかったんじゃない？今のカットの先生はそこを教えてるのかどうかね、ノーテンションで切れみたいにね。ウィッグでのカットだとね、目の細かいコームでね、綺麗に溶かしてね、ピシューってまっすぐ切るんだ、濡れた状態でね。そんなのは人間の頭じゃありえないカットだからね。これカットできる方だったらそう思うんじゃない？だから、カットの講習会じゃ何を教えてるのかね。美容学じゃ何を教えてんのかね。レイヤーだったらね、まあ上に引っ張り上げるだけだけどね。で、レイヤーで一番難しいのってトップの長さだよね。あれどこがいいのったってね、適当なんだよね。適当の中に5ミリとか3ミリのね、あの長さの違いがあるんだよね。3ミリ切りすぎたら切りすぎ、5ミリ切りすぎたら切りすぎね。で、5ミリ長ければちょっと長いみたいなトップの長さね。ってね、それどこで見分けるのっつったら、まあ、ね、その溶かした感じ、上の毛がどこにあるかね。上の毛の毛先がどこに来てどういう重さを出してるのがね、それを見ながら調整するんだけど、あのカットを始めたばかりのね、新人スタイリストさんだと分かんないんだよ。もうそれこそ定規で測って切るぐらいしか脳がないからね。だってやっぱりね、どう教えたらいいのってね、ちょうどいい長さに切んだけど、だいたいちょうどいい長さより数ミリ短く切ったのが、あの短く切って、まあ失敗だよね。そのぐらいが大体ちょうどいいって言うんだよね、みんなね、お客様はね。本当にちょうどいいと、もうすぐさ、あの2週間後に伸びきっちゃうから。やっぱり1ヶ月持たそうと思ったら5ミリ短めとかね、まあ、7ミリ短めとか3ミリ短めとかね、この微調整で、しかも毛先をすくとかね、 10% でセニングで毛先をすく、チョップカットですくとかね、いろいろこれパターンがあるんだよね。とかなんとか書いとけっていうの、とかなんとか切っとけっていう、この一言の中にね、非常にこう難しい宇宙のような広がりがあるじゃねえけどね。これはね、教えんのが難しいよね。だけど皆さん頑張ってね、仕事やんないとね。はい、お疲れ様でした。